さて、マダロー高原ホテルでは熱々美味しい鍋料理が楽しめるんです。こんな風にみんなで和気あいあい、でも女性が4人も集まるとかなり賑やかそうですよね。一体何を話しているんでしょうか。皆さん競技スキーをなさっていたじゃないですか。その時の滑りとタイムを争っている時の滑りと、あと今もう皆さんに見せるスキーの滑りの違いを教えていただけますか。結果がタイムで現れるから、自分の練習してきたものとかトレーニングしてきたっていうか、やってきた成果がタイムとして出るんだけれども、今の評価っていうのは評価するのが人、うん、だけどそんな中でも私はやっぱり自分が一番気持ちいい滑りをすることをすごく大事にしてるし、あそこがいいねって、そういう滑りが好きだって言われるのがすごく嬉しい、うんうん。川端さんはその選手の時と今とどっちが自分の中で好きですか。今のスキーは規制されてないわけだから好きなとこ滑れるでしょ。競技やってる時は自分が今日コブ滑りたいと思っても試合あればいけないから、でも自分が一番好きなスピードを出すってことは制限なくできるわけでしょ。お客さんがいないところで規制されたコースの中でできるわけだから、それはそれで面白かったと思うし、今は今で面白いし、どっちもどっちかな。今はもう今マッキーたちが出てる技術戦とかやめちゃったんだけど、技術戦に出てた頃はあの何そのいろいろ考えてスキーをしてたよね。競技の時は本当何も考えてなかったから、うん、あなるほどねとか思って、初めてもう二十何年間もねスキーやってたけど、もうその時初めてあこうなんだっていうのを理解してスキーをしたよね。上原さんとかにも尊敬する人とかっていらっしゃるんですか。尊敬する人いきなり来たね。誰だろう。いやあんまり尊敬するっていうのはなかったけど、憧れてた選手はね、私ちっちゃい時に現役の選手で出てたから、でも会話さんはね憧れだったね。私フランツクラマー。古いっていうかね、格好の人でしょ。そうそうそう、格好の選手の方が憧れてたっていうかね、会話さんすごいと思ってたし、うん、でも自分にはスラロームできると思ってないから、うん、でもやっぱり会話さんかな、うん、初めてエース行った時リフトに会話さんと乗って、うん、もう一日嬉しかったもん、うん、なんかやっぱり憧れの人だったわ。エミさんにもそんな時期があったの。あと初めてでチームでエース行った時まだ会話さん現役だったんだけど、うんうん、すっげー古いやつみたい、うん、会話さん来た、うまくタイミング合わないかなってリフト乗り場行くんだな。これが結構ワクワクドキドキじゃない？なかった？リフト乗り場でない。嘘つけ。だってさ、私の尊敬する人はさ、あれだもん、上原さんと川端さんだもん。いやいやそうか。一杯どうですか伊藤さん、あります？いいですね。恵美さんってこう見えて今はこんなんだけど、すごい怖かった。もうすごくね、あの私が初めてその海外の遠征をしてレースに出た時にすごい不安なわけですよ。私はあのレースに出るのも初めてだし、そういう環境も初めてだし、大会に一緒に出てるでしょ。自分が第一シードでゼッケン早い番号で滑ってってひっくり返ってるのに転んでるのにわーって上がってくるわけ。私はスタートが遅いから、はい、ね、で私がスタートでオロ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 してるのにね、マキ大丈夫だ、こうやってこうやって行けって言ってくれるんですよ。でそんなこんなで私は競技をやめて今の基礎の、ね、スキーを始めたわけだけど、そうすると今度はゆかりさんがいたの。その時そうするとね、うん、そうすると手湧いたよ。そんなことない。私の頭の中ではもう今駆け巡ってるよ過去が。それでね、スキーの技術も含めていろんな人との付き合い方とかいろんなことを教えてくれたのはゆかりさんだし、そしてね、ゆかりさんとえみさんにそうやってね、しごかれて今の私が言うわけだから、そこが痛かったんだけど。でもね、子供の時も同じスキーを履いてずっと同じチームだった。そうそう、チームってか付き合いは何年ぐらいなんですか。マキコがね、こんくらいの時だったもん。私がこのぐらい、ゆかりちゃんもこのぐらい。そう、ちょっと幅広くない。まあ、延々尽きることなく鍋をつつきながら女性用に話し込んでるわけなんですけどね、まあ多分ネタは男でしょう。